ホワイトホール文区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のリーハイ郡に、ある、ホームルール制を取るタウンシップである。リーハイバレーの中にあり、州内第3の都市アレンタウン市の郊外である。2010年の国勢調査で、の人口は26,738人だった。1681年、イングランド王チャールズ2世が、ウィリアム・ペンに新世界の土地を払い下げたときに、 ペンシルベニア植民地が創設された。ウィリアム・ペンの死後、その息子たちであるジョン、トマス、リチャードがペンシルベニアの所有者になった。1736年、デラウェア族インディアンがリーハイ山地とブルー山地の間にあるリーハイ軍の一部である土地の権利をペンの息子たちに譲った。ドイツのプファルツ地方からの移民の波がホワイトホールタウンシップに入ってきた。 その最初期の者のはジェイコブ・コーラーであり、1728年頃にイージプト近辺に入植した。開拓者たちはペンケに土地の認可状を申請することで土地に対する権利を確保した。彼らは土地を切り払って農地を作り、教会を建て、その周りに村が成長した。ホワイトホールの地域に最初のヨーロッパ人開拓者が入ってきた時、 レナペ族インディアンが封建道下側の岸に住んでいた。ヨーロッパ人とレナペ族インディアンが集まり、2日間にヨーロッパ人がどこまで歩けるかという物差しで、どれだけ土地を得られるかという取引をした。ヨーロッパ人はより多くの土地を得るために、プロのランナーを雇い、そのランナーは現在のスクーカル軍コールデールまで到達することができた。東はジムソープまでが得られた。 地元のレニ・レナペ族インディアンは、しばらくの間白人開拓者たちと平和的に暮らしていた。彼らは白人から不公正な扱いを受け、1763年にリーハイ軍で起きた最後のインディアン放棄で反撃した。現在のチェスナット通りと修道145号線の近くに立っていたデシュラートリデがこの時の戦闘で重要な役割を果たした。 この時白人開拓者23人が殺された。当初のホワイトホールタウンシップは1753年に設立され、1867年にホワイトホール、ノースホワイトホール、サウスホワイトホールの3つのタウンシップに分割された。ホワイトホールという名前は、水漆喰を塗っていたリンフォード・ラードナーの狩料小屋に由来すると言われている。ラードナーはその小屋を、 フラウズホールと名付けたが、地域の人々が、ホワイトホールと呼んでいた。このタウンシップの中には、セメントン、イージプト、フラートン、ホッケンド道カ、ミックリーズ、スティルズ、ウェストカタソウカというビレッジがある。コプレームホワイトホールの一部だったが、1869年に、ボロとして法人化された。19世紀半ばまで、農業が主要産業だった。今日でも、 約2000エーカーの土地が工作されている。ホワイトホールの中に6つの製粉所があり、農夫のために穀物を小麦粉にしたり、家畜の餌にしたりしていた。その中で、ヘリフリッチスプリングス製粉所の一つのみが残っている。そこは、ホワイトホール歴史保存協会が入っており、土地の歴史博物館として建物を保存してきた。1829年、リハイ運河が完成し、 さらなる発展が始まった。鉄鉱石の鉱脈が発見され、1854年には封建道下に最初の航路が建設され、ホワイトホールに産業革命が訪れた。その後すぐに鉄道が引かれ、原材料を航路まで運び、製品を出荷した。人口が急速に増加し、ウェールズやアイルランドの移民が入ってきた。鉄道が建設されている時代に、 岩盤を掘削して、ジャクソンバーグの石灰岩すなわち、セメントロックの交渉が発見された。デイビッド・オセーラーが、ポルトランドセメントの製法を考案し、特許を取得した。最初のポルトランドセメントの工場は、セメントンとコープレイの村の間にあった。他の工場も続き、1914年までにアメリカ合衆国で生産される、セメントの70%は、 セメントベルトすなわち、リーハイ地区からの出荷だった。セメント産業は、新しい移民の波を呼び、オーストリア・ハンガリーからの移民が新たな激発を生んだ。ホワイトホールは1900年に人口7935人となっており、第1級タウンシップに分類された。このことで、公費で電力を供給し、道路を建設し、下水道を作る、自治権を得た。 第二次世界大戦後、ホワイトホールがアレンタウンの郊外地になるにつれて、製造業から小売業への転換が始まった。個々のビレッジが一つの生態に統合され、1968年にアメリカ合衆国郵便公社がいくつかの支局を統合した時にホワイトホールと呼ばれる街になった。1974年、住民投票により、 ホームルール検証による政府形態を採用することを承認し、7人の委員による立法委員会と1人の行政官を選出した。今日、年間予算は1600万ドルを超えており、住民に対して全的な自治サービスを行っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、領域全面積は12.8平方マイルであり、このうち陸地12.6平方マイル、 水域は0.2平方マイルで、水域率は1.80%である。ホワイトホールは当初1753年3月20日に創設され、現在のノースホワイトホールタウンシップとサウスホワイトホールタウンシップを含んでいた。1810年、ノーサンプトン軍裁判所にタウンシップを2つに分ける、請願書が出された。 ホワイトホールという名前は、1700年代初期に、ジョーダンに沿って狩猟小屋として建てられた白い家に寄っていた。この地域は、エリマキライチョウが多く、他にもオジロジカ、イースタンエルク、イースタンオオカミ、クロクマが生息していた。マウンテンライオンすなわちクーガーもある時点では、生息していた。地域の生態的多様さのゆえに、ホワイトホールのアラノと呼ばれるようになった。 原生林は多く、ユリノキ、ヒッコリー、黒ぐるみ、砂糖カエデ、アメリカシナノキ、アメリカグリ、アメリカブナノキ、プラタナスで構成され、超全体を覆っていた。1867年、ノースホワイトホールとサウスホワイトホールタウンシップの、それぞれ東部が、現在のホワイトホールタウンシップの一部に繰り入れられた。新しくなった。 ホワイトホールタウンシップは外資で区系をしており、北北西から南南東に向いており、リーハイ側の西岸にある。新しいタウンシップができてから2年後、コプレーが法人化されて分離し、面積では0.6平方マイルが減った。ホワイトホールの町はリーハイ側が流れ、それがノーサンプトン群と片層カとの境になっている。タウンシップの中にはセメントン、 イージプト、フラートン、北ドーカ、ミックリーズ、ノースコプレー、シェラーズビル、スティルズ、ウェストカタソーカというビレッジがある。主要な南北方向道路はマッカーサー道路であり、街の南部でアメリカ国道22号線と交差し、北部でペンシルベニア州道329号線と交差している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ホワイトホールタウンシップの公共教育はホワイトホールコプレイ教育学区が管轄している。この学区はコプレイボロも管轄している。二つの町の9年生から12年生の高校生はホワイトホール高校に入学する。タウンシップの中にはいくつか教区学校や私立学校があるフラートンにあるデントハードウェアカンパニーファクトリー複合施設とヘルフリッジスプリングス製粉所が アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。リーハイバレーモールリーハイバレーでは最大のショッピングモールであるリーハイバレーモールが町内にあり、またホワイトホールモールもある。ホワイトホールタウンシップには下記4つのラジオ局があり、すべてクリアチャンネルコミュニケーションズが所有している。ホワイトホールタウンシップは第1級タウンシップとして運営されている。 1974年11月5日、ホームルール検証を採択し、1976年1月5日に有効となった。この政府の一部として、行政府と立法府がある。立法府は7人の委員による立法委員会であり、委員の任期は4年間である。2年ごとに4人、または3人が改選される。委員は5選により、議長と副議長を選出する。 行政府は4年間任期のタウンシップ長である。タウンシップ長は自己裁量で副長を指名し、行政委員会の承認を得る。タウンシップ長がその職を離れた場合も、副長は自動的にその地位を襲うことはない。行政委員会が代行者を指名する。ホワイトホールタウンシップは選挙で選ばれる。財務官も維持しており、やはり任期は4年間である。 タウンシップは12の選挙区に分けられる。それぞれに投票所が1カ所ある。下表に、その地区、投票所のある場所を示す。地図の出典、リーハイ群ペンシルベニア州議会上院では、第18選挙区に属し、会員では、第133及び、第183選挙区に属している。アメリカ合衆国会員は、ペンシルベニア州第15選挙区に属している。ウィリアム、 フォード・イン・ A ・ナンバーズ・ゲームハンジッカー・ルックス・ツー・ビー・ナンバー1 2015年8月17日閲覧オフィシャル・タウンシップ・ストリート・マップ・ハット・オフィシャルタウンシップ・ゾーニング・マップハット・タウンシップ・バウンダリー・マップ・ハットアメリカン・ファクト・ファインダーユナイテッド・ステイツ・センサス・ビューロー2008年1月31日閲覧グッド・シェパード・カトリック・スクール・ハット リーハイバレールケランスクール、ハットストリートエリザベスリージョナルスクール、ハットストリートステファンズスクールハットマナライスラミックアカデミー、ハットナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧、ホームルールチャーター、ハットウェブサイト、ありがとうございます。